ひろいぞだ。今日は N 国立ち話プラスホリエモン対ひろゆき氏の続報です。誹謗中傷促進サイト2チャンネルの創始者西村ひろゆきに対し、 N 国の大党首立花隆が西村ひろゆきに対し4億円の賠償金を踏み倒していると暴露し宣々布告したのはついこの前のお話。そして私のコメント欄もそんなの前から知ってるとか情報が古いんだよと論破中の長文がやたらと寄せられていました。それについて立花氏はなんとホリエモンに助けを求め、立花氏はホリエモンと通話して最近のひろゆきはおかしい、今までは非常識を武器に少数派の味方だったひろゆき氏がテレビに出演した途端多数派に迎合する常識人になってると訴えた。迎合とは自分の考えを曲げても他人の意に従って気に入られようとすることらしいです。そうですよね。テレビって迎合しないと生きていけない世界ですよね。そしてなんで西村ひろゆきがそんな男になってしまったのかというと、あくまでも多数派に媚びたマーケティング戦略だという意見に西村ひろゆきの元彼ホリエモンが強く反応し、そういうマーケティングを西村氏は間違いなくしていると激しく同意。そんな感じで立花氏と会話を盛り上げていました。続けて立花氏は複数の弁護士が探偵を使い西村氏を探しているという。なぜなら4億円の踏み倒しをされている賠償金は去年の4月に民事執行法が改正され、10年経っても踏み倒しができなくなって裁判所に出頭しない場合、あるいは財産の申告に虚偽があると犯罪者になると言います。ひー、これちょっとやばい話ですよね。10年経ったら踏み倒しできるってずっと言ってたじゃないですか。まあ、それができなくなったのはやばい話ですね。ただ現在フランス在住のひろゆきを強制的に家に踏み込むことはとても難しく、彼は勝ち誇ったような発言をしています。それについても N 国立花氏は日本に来日中であった場合でも居場所がわかり拘束できれば打つ手があると秘策をほのめかしました。もうマジ怖い。本当に日本のコブラ界ですね。そして立花氏はいろんな手を使って現在来日中のひろゆき氏をツイッターなどで指名手配をしています。怖すぎる。頭のいいヘズマリュウみたいな突政治家とあのフジテレビに一人で喧嘩を売ったホリエモンがただの2チャンネルの創始者に噛みついてるんですから、恐ろしい話でゴース。これはちょっともうひろゆき氏勝ち目がないのではないでしょうか。そして二人の会話は続き、ひろゆき氏がなんで民衆寄りの意見にマーケティングを変えたのかという話になった時に、立花氏はテレビに出たら儲かるし嫁がそれを支持していると立花氏の意見に対し、元彼ホリエモンは激しく同意、あの奥さんちょっとキモいですもんねとホリエモン節を炸裂。旦那はひろゆきの連載を痛烈批判。元彼ホリエモンの怒りは収まらず、ひろゆきは最近すげえキモくなったんですよと本音をぶちまけ、餃子屋の時も板本パパと喧嘩した時も昔だったらそんな推論は叩かなかったと違和感を示し、多数派の意見を完全に意識したマーケティングだと痛烈批判。それに対して N 国立花氏は、西村ひろゆきはテレビの味方になってしまって変わったと、テレビ側の人間になったとという意見にホリエモンが大納得。確かに私も前にしんすけの枕営業の話をした時も西村氏がテレビ側についていたという印象があります。ひねくれ論破王である彼がただ正論しか今は言っていないという印象がありますね。多数派に迎合する庶民の味方のように振る舞うマーケティングをしているという仮説にホリエモンが完全にそれはあると同意し、大盛り上がり。4億円以上の踏み倒しを今奥さんの免許更新で来日している彼を捕まえて番組出演料や役員報酬を差し押さえようという動きがあるようです。それでもホリエモンは西村ひろゆきの財産管理は巧妙で難しいと疑問を投げかけるが、立花氏の狙いは差し押さえではなくその隠蔽体質な財産管理に伴う脱税で足を引っ張ろうという作戦だそうです。恐ろしいですね。複数の弁護士がテリクスではなくガチ法律で彼を追い詰める日も近いのかなと私は思いました。 I think so。 私も確かにね、登録者が増えて今までエミリンをベースとかソワンワンがキモいとか言ってたんですけど言えなくなりました。まさに迎合してますね。でもエミリンの CM を見た時は鳥肌が立ちました。まあ、テレビの仕事も NHK から来てたけど私はちゃんと断りましたよ。だから前から言ってますよね、無理たら正義はなくなると。論破中の憧れ西村ひろゆき氏も群れてマイノリティの味方をしてくれなくなったわけです。それに対してホリエモン
も N 国当主も確かに独立してこびてない。でも私が最も嫌う弱者へのやから行為も目立つのがどうしても好きになれない。皆さんはオフランスでワイン片手にテレビにこびを売るひろゆきの味方か、熱いやから N 国と元彼ホリエモンの味方か、コメント欄にご意見ください。私はやっぱり法が機能していないのは国家として嫌ですね。彼にとって4億円なんて明日金でしょうから、サクッと決着をつけてほしいですね。ってこと。